橋監督、井戸川前町長、真帆さん、圭さん、吉村理事長、よろしくお願いいたします。はい、この今ご覧いただいた放射能ラディオアクティブという短編映画の監督の船橋敦史と申します。今日はですね、短い間なんですが、今から3つのイベントを立て続けに、やらせていただきます。最初ここに、いらっしゃる皆さんで、トークをしてからですね、その後加藤登紀子さん、佐藤大地さんのコンサートが挟んで、最後に、津田大介さん、佐藤健太さん、飯舘村の方なんですが、を交えて、全員で、1時間ぐらい、またトークセッションを していこうと思っています。今からまず福島の現状を踏まえたいということで、今どうなってるんだというお話をして、で、後半、じゃあ今からどうするんだと、未来に向けての話に開いていきたいなと思っています。で今ご覧いただいた放射能という映画をですね、簡単に、申し上げますと、私船橋敦史はですね、双葉町、が原発避難をして3年以上になりますが、その最初の時からずっと寄り添ってドキュメンタリーを記録しています。その一環としてこれを作らせていただいたんですが、双葉町の皆さんが放射能被曝にどうやって向き合っているのかということから映像を取り出したんですが、皆さんもよく聞くと思うんですが、何ミリシーベルトなの、何マイクロシーベルト被曝しただの、どこまでが安全か、どこまでが危険なのかというようなことを僕も最初関心があり、皆さん、双葉町がですね、今隣に座ってらっしゃる前、町長井戸川さんが、ホールボディカウンターという全身をですね、被曝量を検査するというのを避難先に導入しまして、で皆さんがこう被曝量をチェックを始めたという、それをきっかけに僕が撮影を始めさせていただいたんですが、だんだんこの被曝の問題に接するうちに、この数字による被曝量以外にももっともっと深いところにこの問題があるのではないか、それは精神的なものもあるし、ずっとふるさとを奪われ続ける、そして、帰還がいつ帰れるかわからないということを国が示さないという、宙吊りの時間ですね、それがずっと引き延ばされるということについて、また負荷がかかってくるということで、いろいろな面で生活の面や仕事の面や、そして健康の面と、いろいろな面で放射能というものが人間の手に及ばないところで、我々のいろいろなものを犯していくというような過程をちょっと描いてみたという作品なんですが、まずその当事者である井戸川前町長にお話を伺いたいんですけれども、皆さんもこの方はご存知だと思うんですが、漫画の「おいしんぼ」がですね、話問題というものがありました。漫画の中で、キャラクターが福島に行ったことで話が出てしまったと、これは被爆によるものじゃないか、いやそれは違うというようなことで、いろいろ論争になりましたが、漫画でも登場されて、そのことを証言されている井戸川さんにもお話をまず伺ってみたいんですが、この一連の騒動は、井戸川さんにはどう映りましたか。はい、皆さんこんにちは。私はですね、放射能は嫌いだったんですね。大嫌いだったんです。だから私と同じ、同輩は職場を目白発電所の中に求めていきました。私はもう求めないと子供の時から思ってました。この原発は必ず事故を起こすという思いが強かったですね。それはどういう時かというと、人災である、技術の伝承がうまくつながらない、第1世代から第 2世代に変わるときに必ず事故を起こすというふうに、まだ20歳前ですね、
その時思ってました。放射能にさらされてたまるかと。あんな嫌いな放射能絶対ダメだということで、省庁になってからですね、東電あるいは原子力安全保安に対して、放射能嫌いだからダメだよ、絶対そんな事故なんか起こしてダメだよということを常々話しておりました。その時彼らはですね、東京電力は絶対そんなことない、省庁安心していいよと、止める閉じ込める冷やすで絶対放射能は外に出ないからということを言っていました。原子力安全保安院も全く同じ言葉を使って私たちに安全あるいは安心教育を徹底していました。しかし心の中でこの人たち本当に現場を見れるだろうか、本当のことを言ってるだろうかという思いもありましたので、全面的に信用しているわけではございませんでした。したがってあの地震の最中に、車に乗っていた時ですけども、揺られている最中にこれはとんでもない大きな地震だから必ず壊れる、壊れた後に放射能にさらされるという思いで早く地震が止まることを思って、ね、祈っておりました。止まってからですね、それはもう全く違う心境になってですね、もうとにかく放射能から逃れようと必死でしたけども、これほど必死に思ってた私たちがですね、最後は放射能を直接浴びることになってしまいました。これは連絡をちゃんとするという紳士協定もあったんですけどね、安全協定もありました、スピーディー情報だって隠さずに知らせることになってたんですけど、事故が起きた途端に私たちは情報閉鎖の最中にされてしまったんですね。そして今もって放射能の影響ないということを、放射能を浴びた人間じゃなくて東京にいて放射能を浴びなかった人間たちが私たちを何でもない何でもないということをいろいろと無理強いをしていると、被爆をさせておきながらそれを否定している。本来であれば彼らは反対ですよね。責任を感じてとにかくどんな形でも謝罪をして対応しなければならない人たちがこぞって安全だとか、いや何でもない、問題ない、そういう中で私は鼻血はずっと出てましたので、刈谷さんが来られた時に、普段の話、普段の会話の中から鼻血がポッと出たんですね。いや俺も出る、いや私も出る、刈谷さんも出る、そんな中で、いや私なんか前から出てますよという話をですねしました。その通りあの漫画には書かれているんですよ。何にも手を加えたところはありません。むしろ刈谷さんはもっとソフトに書いてあります。私はもっと過激に話しておりますので、ソフトに書いたところなんですね。それでもなぜ政府があれだけ、あるいは福島県があれだけ騒いだかっていうのは、被爆防止をさせていないんですよ。彼らが被爆防止を中断するあるいは妨害しているから慌てたんですね。一番の問題は呼吸被爆、食べ物から被爆する、傷口から入る、であと口、あ、喉から入る、鼻から入る、そういった呼吸被爆の部分についてこれは大変だということになって大騒ぎをしたんですね。もうあらゆる組織を使って否定しましたけども、あれは逆に言うと自分たちの弱いところを隠そうとしたということですね。そういうことで美味しいものの表現はされています。今20ミリシーベルトって私の映像にもありましたけど、20ミリシーベルト決めるのは私たちなんですよ。それでいいかどうか決めるのは私たちなんです。しかし住んでいないものが20ミリにして早く返そうと、もうこの問題を終わりにしようと、そういう企みが私には感じてなりません。はい、情報が操作されるというのは実は今日に始まったことではなくてですね、今日8月5日ですが、明日で8月6日広島に原爆が落とされたんです。で69年前実は僕、被爆2世でして、僕のおばが亡くなりました。
で父と祖母が被爆したんですけれども、1950年代から50年代はもう広島にとって、情報革新の時代で、被爆者は認められてこなかったということがあります。で今現在ですね、この放射能という映画で、福島県民健康調査というのをこう皆さんに一人一人避難民一人一人に送られてくるんですが、そこで、いわゆる安心教育、放射能大丈夫だよと、被爆症状でも大丈夫だよということが、まあいろいろな面で、そういう情報が配布されていますが、今井戸川さんがおっしゃった呼吸被爆というのは何も福島に限られたものではありません。皆さん外部被爆で、ね、線が引かれていますが、内部被爆というのは研究者によると外部被爆の約10倍していると言われています。だからどれだけ食物を注意してもですね、呼吸から被爆している、それは東京も一緒なんですね。で、新宿でもここで、ね、銀座でも 0.05 マイクロシーベルトぐらいと言われていますが、大体それの10倍ぐらいは被爆している、内部被爆しているとすると 0.5 ですよね。 0.5 ってすると年間でいくとやっぱり1ミリシーベルトと言われる国際基準を超えてしまいます。なので、我々は東京も含め、福島の地続きなんですね、被爆っていうの。で、まだ他人事でいられるかどうかっていうのは、この隠された情報、我々が目隠しされた日常をどうやって、知っていくか、我々のものに情報をしていくかということなんですけども、次にご主人、マコンド健さんに、僕いつも仲良くさせていただいて、なんか福島に行くと、井戸川さんとか、このお二人に会うことがあるんですけれども、いろいろなところで、本当によく調べられています。東京電力の株式、総会行かれたり、いろいろね、社会的なところもよく行かれてるんですが、やっぱりこの県民調査、県民健康調査は、どういうところに問題あります、今。県民健康管理庁です、はいはい、まずそこですね、はい、あ皆さんはじめましておしどりますおしどりけんです、よろしくお願いします。ちょっとね、多分なんで芸人がみたいに思ってらっしゃると思うんですよ。すいません、はじめましての、ね、はい、方も多いかもしれない。そうだと思います、はい、普段私たちは吉本で漫才してるんですけど、はい、ですいません、ちょっと動揺が聞こえましたどうぞと、ね、でも原発事故があって、それでね、うん、ちょっとすごい知りたがりなんで、はい、自分で調べてみようと思ったんですよね、簡単に言うと。で、まあ私たち師匠がいて、もともと大阪で2011年に東京に引っ越してきたんですけど、横山ホットブラザーズという、こう、大阪で割と年配の80代が2人、70代が1人っていう、3人組の兄弟なんですけど、師匠ね、師匠がね、はい、そういう古い師匠についていたので、まず勉強しなさいって渡される台本が、第二次世界大戦中の代表だったんですよ。そうですよ、その時の漫才のね。努力って、はい、で、その頃の漫才ってすごく国策漫才って、本当に戦争万歳の漫才していて、すごい内容面白いんですよね、はいはい、台本は、ね。でもなんかこう、もう最終的にこう子供たちに向かって大きくなったら兵隊さんになって、桜となって散るのが素晴らしいことですよっていう漫才をやっていて、それは本当にどうなんだろうと思ったんですよね。そういうメッセージが多かったね。で、それで吉高氏の小石先生に、当時の漫才師さんはこれを本当に素晴らしいことと思ってやってたんですか、そういうの無理やりやらされてたんですかって聞いたら、うん、まあ、芸人は国のために喋るな、目の前のお客様の幸せのために喋れ、そこ間違えたらあかんと言われていまして、で、原発事故があって、はい、楽屋では芸人みんなすごい原発事故のこと心配してるんですけど、舞台では一言も原発とか爆発という単語を使うなと、連想させるような言葉を使うなって言われましたので、それを聞いたときに、うん、ちょっとこれ、ちょっと第二次世界大戦中の国策漫才みたいなじゃないのと思って、なんか結構言ってはいけないことがあるというかね、思ってることが言えないっていう、そうなんですよ。で、実際は本当はどうなんだろうかと思って、自分でちょっと調べてみようと思ったんですよ。あ、それで私、芸人になる前に、鳥取大学の医学部生命科学科というところに行きました。すごい学部なんですね。そこはちょっと優秀な先生で3年で中退して芸人になるんですけど、まあ、何をやってるところかというと遺伝子工学とか自然環境放射線の細胞への影響とかそういうことをやってたんで、すごいなんかよく、思い出したよね。そうそうそう、昔習ってたことをね、大学で習ったことと全然違うようなことをテレビで言ってると思って、それで
テレビとか新聞じゃなくて、実際何が東京電力の会見で発表されているのか、実際原発事故の現場を汚染地域ではどういうことになっているのかというのを調べたくなって、そうそう、もう実際に見てみようって言ってね、はい、東京電力の社会権とかね、はい、昨日も行ってきました。昨日も、で今からこれが終わったらすぐに環境省の、はい、福島第一原発事故後の住民の健康管理のあり方を考える専門家会議第9回に16時半に終わって17時に間に合うかなと思います、はい、なんかそう聞くと原因が取材してるって、だから自然な流れですね。自然ということだもんね、はい、ということなんです、はい、で、もともとのその県民健康管理調査ですけど、これはもう本当にさっきね情報が出てこないとおっしゃってたじゃないですか。第3回まで秘密会で取材もできなかったんですよ。で、それがその存在が分かった時に取材させてくれて県庁にすごい電話して、で、それで全く傍聴も取材も議事録も出てこなくて、で、第3回までは地元の記者クラブにだけ通知をして、終わった後にぶら下がり取材だけだったんですよ。で、それを東京から行くから取材させてくださいって2011年の7月からずっと電話してて、まあ担当のね、広報の方もいろいろお立場があって困るんだろうなと思ったので、わかりました、じゃあ、場所はまあ分かってたんで、今週その会議が開かれますよっていう時にあったら、今日は暑いですねって言ってくださいまあ直接言えにくいから、言えにくいから、そしたら、あ、そうですね、じゃあ1度ぐらい昨日より上がるですか、2度ぐらいですかっていうので1日後か2日後かみたいな反応を作ってそれで本当になんとかこう取材させてって言って行くようになったんですよ。第4課から公開になったんですけど、で、本当にそこでもすごく重要なことを話し合われてるんですけど、福島の方々や、そしていろんな取材したいっていう人たちにも隠してやっていたんで、全然で情報出てこなかった、情報出してくださいって言い続けないと出てこないっていうのは本当におかしい状況だと思います、うん、で、その県民健康管理調査、まあたくさん問題点があるんですけど、まあその子どもの甲状腺がんを調べてますけれども、まあその調べ方、今発生している子どもの甲状腺がんは福島第一原発事故の由来ではなく、今まで詳細に調査をしていなかったので、それがまあスクリーニング効果といって、まあ、詳細な調査をしたらどこでもこれぐらい見つかるものなんですよっていうことになってるんですけど、まあ、よく考えたらそこまで見つかるんだったら、じゃあ他の県もちゃんと調べないと怖いじゃないっていう話になるじゃないですか。何を言っているんだろうみたいな感じなんですけど、あと本当にまあチェルノブイリ原発事故のことから考えても、まあ、そこで因果関係がまあ認められているのが子どもの甲状腺がんだけなので、そこを重点的に調査されているんですけど、もう今年ねベラルーシとドイツに行ってきたんですけど、なんか IPPNW という核戦争国際防止士会議というのがありまして、そこの会議に招聘されたんですよ。研究者とジャーナリストとして、一応向こうに原因ですよって、コメディアンですよって何も言ったんですけど、知っていますって言われてね、ネタもやりたいかみたいなことですね、で、まあそこでベラルーシに、で、そこの研究所に行きましても、やっぱり原発事故の後白内障とか白血病とかいろいろなのとか、さまざまな病気が増えているっていうのをどこのラボでも説明されるんですよ。あ、じゃあやっぱりそれは原発事故と関係があるんですかって聞くと、いえ関係があるのは子どもの甲状腺がんだと言われております。でも原発事故の後白血病が激増したとおっしゃいましたよね。はい、原発事故の後激増しました。え、関係あるんですか。いや関係があるのは子どもの甲状腺がんですっていう感じで、なんか全然その、なんていうか何が起こるかわからないから調査をするっていうのではなく、うん、もう本当に子どもの甲状腺がんだけをちょっとチェルノブイリの関係があるので見ましょうという形になっていて、もっと気になる問題が全然調査されてないんです。そうね。で、それで、まあ、検討委員会にも、はい、甲状腺がん以外のことを質問される記者がいないんですよ。なので、だから私一人で妊産婦調査だとか血液検査の調査だとかちゃんと効果してくださいって言ってるんですけど、まあ、はっきりと去年言われたのが、それをしたいのはあなただけなので、そこまで手が回らないんですよ。めちゃくちゃいいね。やっぱ知りたがらないと情報出てこないんだなと思います。で、それでね、さっき伊藤さんが被爆してない東京の皆さんがとおっしゃってたじゃないですか。なんかすごい遠いところの話のように思うんですけど、まあ、私たちもバッチリ被爆していて、住民の事故後の内部被爆、吸い込んだ被爆は全く測られていないので、それを再評価するシンポジウムが2012年度保育園で行われていて、去年の1月、2013年の1月の国際シンポジウムで海外の科学者がいっぱい来た時に、その海外の方って原発事故の後すぐ自分の国に帰るんだじゃないですか。で、
それで自分の国に帰ってきた、日本から帰ってきた人たちをそれぞれの国ですぐホールボディカウントは取ってるんですよ、どこの国も。でそれでまあ行動記録とかもつけていて、で例えばその去年の1月の国際シンポジウムの時はフランスの研究者がフランスでは280人、ほぼ東京から、原発事故が起こってから3週間以内に帰ってきた人たちのデータがあると。で、まあ、事故からおそらく、ほぼ東京からね、行動記録も取ってあると。でその280人のデータがあるから提供するって言っていて、それを結構衝撃的なことを行動でおっしゃってたんですけど、東京にほぼ280人のうち 35% に、まあ、あの被爆していたと。で、セシウム134、大部分が要素131の被爆だったと。でセシウム134、137も20人出て、テルル132や要素132も12人ほど検出したという割と詳細なデータをお持ちだったんですよね。で、東京の3分の1以上被爆してたのみたいな話で、でその情報は結局日本政府が手に入れたのかというのをずっと聞いてたんですけど、いやでそれでね、鈴木長島議員さんに頼んで質問収集っていうのを書いてもらって、それを出してくださいってなったんですけど、お尋ねのことは何の経過か分かりませんみたいな回答が返ってきて、びっくりしたよね。調べもしないね。で、まあ、日本に正式にないっていうことが分かったので、ちょっと仲良くなった環境省の人にそれで本当に持ってるんでしょって聞いてみたら、あれねって僕も気になってフランスに問い合わせたらこのデータでしたよっていうことを、まあ、教わって、まあ、今そのフランスの IRSM というところが出しているデータにもう割と詳細に、あの日本から事故直後280人の人が帰ってきて、でそれはあのモデルが何人でジャーナリストが何人でっていう職業も書いてあって、で、まあ、どのように被爆しているかっていう情報出てるんですよね。でもその情報は日本語では出てないです、公式には。なので本当に情報を知らないことばかりですよね。絶対私たちも一言じゃないんですよっていうのすごい思います。3割って言ってたんでしたっけ。3割 35% でした。35%、さっき学会で、ね、30% で知っちゃったんですけど、ちょっと情報修正で 35% でした、すいません。ということは東京に住んでたら 35% の人が被爆しててもおかしくないってことですね。そうです。で、まあ、フランスの方は多分すごく気をつけていられたんで、何も気をつけていなかった私たち日本人とまたパーセンテージが違うんだろうなと。で事故直後じゃないですか、前仲良くなった研究室、大学の研究室とか研究所の方々に仲良くなったらコロッてお話ししてくださることがあるんですけど、大学の研究所とか元々民間の研究所とか、もともとその測定器を持っているところは外に出すとかそういうつもりなく、原発事故が起こったら片っ端からいろんなも測ってるんですよ。で、ね、片っ端から自分たちの周りの人のライフ力も測ってるんですよ。で、測りたいんですよね。測りたいよね、で大学の研究室で、2011年の4月に留学してきた留学生を測るとすごいライフ力を見られたんですね。4月ですよ。4月ですよ。でその人は2011年の3月日本にいなかったし、福島にも一度も行ったことないのに東京にいるだけだったんですけど、すごい内部被曝が出て、それでもう驚いてすぐ自分の国に帰っちゃったんです。だから結局本当2011年の3月4月5月東日本で流通している食べ物ももう本当品物によっては、まあ、要素でベタベタっていう言い方されるので、すごく汚染されているものもあって、ほんと知らないことだらけだなと思いますね。いやなんかね、一つ皆さん思うと思うんですけど、これ元に戻るのって話なんですよね。放射性物質がいろいろ拡散されて、はい、今除染ということを作業されてますが、はい、今年3月の末にですね、一回、福島関連の訴訟っていうのはたくさん今もう起きてきてますけれども、福島であった民事裁判の一つで出てたのが、除染は費用がかかりすぎてできないっていうのを東電がはっきり打ち出したんですよね。だから元に戻せませんってはっきり認めてるんです。 その裁判は、まあ、控訴されてまだ争っている最中なんですが、福島の民事裁判では最低限東京電力は、本音を出してきています。もう我々はクリーンアップできませんと。で除染事業だから今再稼働の話になっていますが、もし事故が起きた時に元に戻せませんということをはっきり認めて始めているんです。で、除染自体は5兆円かかると今言われています。まださらに増える一方ですけれども、で、東京新聞の調べでよりますと、原子力関連の予算っていうのは全部で合わせると11兆円って言われています。で国家予算96兆円ですよね。96兆円のうち原子力関連の予算11兆円で、除染が5兆円もっていくと言われて、ね、
で、賠償が今のところ9兆円と言われています。で、もっと高く言われています。で、一番大きいのがバックエンド予算、あの廃炉にしたり、その使用済み核燃料をどうするかという話をが74兆円かかると言われています。で、これらのお金がこれだけこう山積みになっているのに原発っていうのは採算が合うのかっていう話になるんですよね。バック予算が74兆で、うん、先ほど韓国公開予算96兆って言いました、はいはい、もう終わってるじゃないですか。いや、終わってますよ。まあ、あのバンクラプトですけども、その点どうですか、あの理事長に伺いたいんですけどもあの予算に見合うんでしょうかね。今日振られないと思ってたんですけど、いや今の話聞いていてですね、もう絶対どう考えると合わないのかよくわかりますよね。それはもう私が何もコメントすることはないんですけども、一つ思ったのは賠償っていう話がありました。賠償ってのは今生きてる人たちに対して賠償してるんですけども、一度失われた国土、つまり、除染ができないところが永遠に使えないということですよね。本当のことを言えば本当に永遠に使えない。じゃあこれから生まれる子供たち、お孫さんたち、代々本来だったらばそこで生まれて育って生活する人たちの権利ってのは実はそこにカウントされてないんですよね。だから本当に言えば超長期的な経済計算すれば5兆円じゃ済まない、それの何世代分もあるわけですよね。だからそういうことを考えるとですね、これ天文学的な数字なんですよ。だからまだこれだけではまだまだ済まないなって私思うので、あの賠償ってのは今生きてる人たちだけの権利のやり取りなんですね。これが近代民法とかそういったものの限界なんです、体系計算の。だけど国というものを考えた場合に次の世代、その後次の世代ずっと続くんですよ。それは全部失われたコストってのは絶対に計算できないからあるんです。だからそこだけちょっと気になりました。実は放射性物質汚染対処、特別措置法という法律ができたんですけれども、この法律がすごいんですよね。除染するのは国民の責務って書いてあるんですよね。笑っちゃいますよ。おいつもに、いつもにっていう、いつもに、あの最初は国と地方公共団体、そして事業者、つまり東京電力会社、はい、で一番最後に国民の責務って書いてあるんですよね。で、我々が除染しなきゃいけないということになってます。で、ここが圧倒的に違うんですけど、例えば大気汚染防止法、水質汚濁防止法っていうので、水は汚しちゃダメですよ、空気は汚しちゃダメですよっていうことを、国が法律作ってやるんですけれども、放射性物質に関してはみんなで掃除しなさいってなってるんです。ここはもう圧倒的に違うんですけれども、事業者とかじゃないんですね。事業者もあるんですけども国民もやんなきゃいけない。うわ、それひどいね。納税にプラスしながら新たな気分が。そうなんです、そうなんです。だから井戸川さん、どうなんですかね、これ なぜ我々が除染しなきゃいけないんですか。あのこれはですね、原案の時に細野環境大臣と私は、まあ、喧嘩の状態だったんですね。まあ、あの細野大臣っていう方と私は相性が悪くてですね、非常にあの険悪な関係だったんですけど、原案の時にはあの関係事業者括弧東京電力っていうことだったんですね。で、おかしいじゃないかと、関係事業者っていう犯すんじゃなくて東京電力って歌うべきだということを言ったんですね。そして第6条にですね、あの国民の責務っていうのが入ってるんですよ。第5条にあの関係事業者でですね、上から国あるいは地方公共団体とかそういったことを並べてきて、国民の上に東京電力関係事業者があるっていうのはおかしいじゃないかって、これも大臣とやり合ったんですね。弱者と順序が逆順、そして関係事業者はあの女性に協力しなければならないって文言になってますので、皆さん帰ったら見てください。で、国民は勤めなければならない義務ですよ。多くの皆さんにね、いろんなところで講演会やってますけど、皆さんね、皆さんは私を かわいそうだと気の毒だと思ってるかもしれないけど、私は皆さんの方が気の毒だと思ってると、こういう法律知ってますかって言ったらほとんど知りませんね。これほどですね、恐ろしいのは国民の皆さんの了解の手続きを取らずにどん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 とあの今法律が改正されているんですよ。だから皆さんは法律の監視人にならないととんでもないことにもうすでにされてますよね。あの行政で私が首相でいた時にはですね、あの専決っていう自分のあのまあ決裁規定の中に専決ってあったんですね。あの議会に諮らずに自分でもまず決めてしまうということ、それは緊急とかやむを得ない場合ということになってるんですけど、それはしょっちゅうできません。ほとんど議会を通さなければなりません。
しかし今の安倍さんは先決のね、もうオンパレードですね。本当はやっちゃいけないことをいっぱいやってますね。だから今法律に戻りますけれども、この法律っていうのはなかったわけですから、パブリックコメントとかいろんな手続き、法律を作る、法案を成立するまでのいろんな手続きを踏まなければならないのに、これをやってるのが原発事故の実態です。いい加減なことがいっぱいやってですね、私たちは目隠しを、国民の皆さん、私も含めてですね、原発事故における目隠しをされております。監視してください。うわ、でも私は女性を自分たちでっていう前段っていうか、それをそういう方向に持っていこうとしてた時の、なんか取材したね、2012年に OECDNEA、はいはい、世界経済協力機構原子力機関のシンポジウムが東京大学であって、それがほぼ外国の人たちばっかりだったんですけど、そこに世界に向けて原発事故の情報を出すみたいなところだったんですけど、そこでもうひどいまとめが出てたよね、はいはい、なんか ICRP ダイアログセミナーってあるじゃないですか、国際放射線防護委員会で住民の方々と話をして、うん、こう考えてるよっていうまとめで、そこで出てきたことがね、その住民の意見を聞いて、私たちは新しい価値観でやりました、発表しますみたいなことを言っていて、でその福島県の方の声ということで、私たちは原発事故にあってシビアな状況ですが、新しい価値観に出会えましたと。それはふるさとを愛する気持ちですと。今まで原発事故以前は感じなかったのですが、原発事故があってから自分たちの手で自分たちのふるさとをきれいにしたいという価値観と出会えましたっていうことが発表されてたんですよ。本当私初めて聞くけどみたいな、結構取材してるけどびっくりしたっていうようなことがまとめとして世界に向けて出てたんですよ。じゃあ女性しなかったら非国民とか言われそうですね。あ、今非県民っていう言葉は時々聞きますね、取材をしていて。昨年 の国際人権理事会の総会の席上でですね、日本アナンド・グローバーさん、特別調査官が調査結果を発表しました。そしたら日本政府はそれは間違ってると、アナンド・グローバーさんの報告は間違いだという反論したんですね。でそこで、まあ、間違いだっていうから私もその場で役場の方に国際電話で確認したんですね。こんなこと言ってるけど本当かって聞いたら、やってないですね。だから非常にですね、私たちに国民の目を欺いて知らないところで、人権理事会の総会の席上ですよ、日本政府は嘘を言ってましたね。で、あと終わってからその職員のところに行って、おい、今言ったことでちょっと気になるところあるんだと、健康調査ちゃんとやってるって言ってるけど、私の健康調査いつやったんだと、そのデータ知ってるのかって言ったら、彼らはもう黙認しましたけどね、喋れませんね。だって未だに調べたことないんですよ。私は放射能直接空から降ってくるところにいたんですね。私たちは1号機の爆発した時、それを検査してません。未だに調査も検査もしてませんので。だけどそういうところで嘘をついてるんですね。だからひどいもんですね。中間貯蔵施設っていう問題がまた一つ出てきてるんですけれども、これが双葉町、大熊町に建設されるっていう案を国環境省が出してきてて、双葉町、大熊町はまだイエスともノーとも言ってない、基本的には全然受け入れられないということを言ってるんですけれども、いろいろな説明会が繰り返されてるんですが、まずそこで、不思議なのはですね、今の先の除染の話にもつながってくるんですけれども、環境省が来るんですね。で、東京電力は来ないんです。でちょっと考えていただきたいんですが、この放射性物質というゴミをバーンって出して散らばりました。日本全国行っています。福島だけじゃなくてここも来ています。でその掃除をやらなきゃいけないのは普通に考えると東京電力ですよね。だけどその東京電力が追わずに、まあ言ってみたらその除染が全部やりきれないから国がちょっと手伝っているというような状態になってきているんですけれども、そこで外国ですと、例えば環境問題があったりとかすると、例えばアメリカだったら BP がオイルをメキシコ湾で、油田で爆発が起きてメキシコ湾中オイルだらけになって、魚や鳥がもう石油まみれになっちゃう。そうなったら確かに一つの一企業では掃除ができないから、アメリカも海軍や海兵隊などを出して一生懸命掃除した。そしたら刑事訴訟されるんですよ。
で、お金賠償もさせられるし罰金も払わさなきゃいけないしそこで刑事訴追がされるんですけれども今そこで、検察庁が東京電力を訴えて、それで、賠償を請求させる払わせる、クリーンアップの予算を払わせるということはないです。あの先週検察審査会が、出して、検察庁が動かないのはおかしいという動きがありましたがこれが、加速化して、法的に、東京電力が訴追されるということは当然やられていかなきゃいけないんですがちょっと、中間層、頂上施設の話に戻しますと先ほど除染は国民の責務と言いましたよね。で中間貯蔵施設は、公共、事業なんです。我々の国税でやるんですよ、ね、我々の国税で除染して我々の国税で中間貯蔵施設を作ります。それがいいのかどうかという話なんですよね。で、ここの中間貯蔵施設の話のところに行くと環境省だけがいて賠償問題は東京電力なんですけどもそこで積み上げがされてるわけです。賠償は東京電力に聞いてあと中間貯蔵施設は公共事業だから、まあ、国が環境省がやりますっていう積み上げがやってるんだけれどもそこで決定的に決定しているのが正義なんですよね。今言ったその BP というのに比較しましたけれども企業が訴えられない企業がその責任を取らない、その無責任の体制がここまで来てしまっているということなんですけれども、監督権利も聞きたいんですけれども、どうですか、なんかやっぱりそういうところ来て、なんでここ責任者が出てこないんだろうってい こう怒りというか、イラつきみたいなのってやっぱあります、そういうところ見てると。もう本当に正義がないっていうのは、すごい本当に感じていて、きっと取材を通していて、すごいいろいろ。物理学とかいろいろ勉強しないと知識が足りないと思って勉強してたんですけど、でまあその福島の汚染地域の方々と話すにつれ結局この問題を解決するのは県民健康管理調査は医学の話が多いですし測定は物理の話が多いですし、まあ、測定学とか放射線防護学いろいろありますけど、でも結局その本当に必要なのは宗教学であったり哲学であったり社会学であったり歴史学であったり本当にいろいろな学問が必要で、それで結局なんていうか結論は何かという話になるとやっぱり正義がどこにあるのかというふうに正義っていう言葉がやっぱり出てくるんですね。でそれを正義って何だろうと思って飯田村の方と何だかイベントをしてハーバーの白熱教室ってあるんですか、はい、あれちょっと別にあの趣味じゃないですけど、はい、ああいうことやりたいなと思って、はい、白熱実験って言ってね、うん、その会場に来られた方と飯田村の方といわき市の方で今回の原発事故の正義って何だろう考えるイベントを何回かやったんですよ。でそのそれでもやっぱり難しかったからすごい盛り上がったね。やっぱりね、うん、なので本当にそれは答えは全然私は出てません。やっぱ考えないとなと思うのと、うん、あとやっぱりなんていうんでしょうね、そのいろいろこう調べていてなんでこんなひどいことができるんだろうと思うことが何回もあるんですね。でその日本は無宗教にじゃないですか。でその結局こう神様を信じていないから自分が死んだ後地獄に落ちるということを考えないんじゃないかと思うようになって、もし何かを信じていたら自分にもし割と良心っていう機能が働いたらこんなに人を踏みにじることはできないんじゃないかなと思ったことが何回かありますね。やっぱり僕は正義っていうその倫理観っていうのがあるんですけども、皆さんが納めてる国税が使われて、うん、その一企業がやったことを全部やらない面倒見に来なきゃいけないっていうののやっぱり正論はやっぱ通すべきだと思うんですよね。本当にそう誰かがこう責任取るのと同時に、うん、なんでこれ我々が面倒見てこのお金払わなきゃいけないのかっていうことも追及されなきゃいけない。わかりますわかります、うん、そのね原発事故がめっちゃお金かかりますけど、飯田さんがものすごいもう詳細な健康診断をされてもう何かあっても莫大な保証ありますからみたいになってるんだったらまあまあ税金も払いがいがあるかとか思うんですけど、
なんかね、どこに使われてるのか分かんない。はいはい、あ、なんかほら、あの、福島県に鮫川村っていうところあるんですけど、そこで環境省の、はい、あの、高濃度の放射性廃棄物の実験施設ができたんですよね。で、その取材をしてたらすごいひどくて、地権者18人いるうち、まあ、反対してた人も何人もいたんですけど、全員の同意書と署名とか取れたから、もう、あの、作って、運転が始まったんですけど、一人どうしても自分を書いてないとおっしゃる方がいて、で、村役場に情報開示請求をしたら、これは、この同意書は自分の字じゃないし、自分のハンコじゃないって言って、告訴してるんですね。環境省と村と当時の行政区長宛てに、公文書偽造と公文書偽造行使って訴えていて、で、これは、あの、正当な同意書で作られていないから、この施設を撤回してくれっていうふうに、今、されてるんですけど、でもそんなニュース全然出てこないですよね。で、そこにできた経緯を調べていたら、その、鮫川村の村議会の議事録を全部読み直してると、まあ、村長が、もう一言一句書いてあるんですけどね。まあ、環境省が10の10で作ってくれるって言うから、これはチャンスだと思って、行っちゃいましょうっていうことが書いてあるんですよ、はっきりと。これはこれは。まあ、いろいろ説明するとややこしいことを言うかもしれないから、行っちゃいましょうって書いてあるんですよ。なんかもう本当に嫌なお金の使われ方してるんじゃないかって思いますね。いや、あの、東電を破綻処理するってできないのかなと思うんですよね。っていうのはなぜかというと、これだけこうやっぱり幹部というのもまだボーナスをもらい続けてますし、あと東電からの賠償でね、あのやっぱり非難されてる方とちゃんと賠償も出してくれないっていうので、そこでもまだずっと揉めてるわけですよ。で、なぜこ の東京電力っていう会社がまだ安泰していられるのかっていうね、やっぱりあの JAL とかですね、やっぱり会社構成法を適用してですね、あの破綻処理をして、とにかくさらにして、それから新しい方に、行きましょうっていうことになったんですけれども、東電だけはなぜか国が助けるっていうのは、なんか財政的に何かあるんですかね、やっぱり、うん、やっぱりそういうとこ聞きたいなって。だって僕ね、一番気になるのはそこなんですよ。やっぱりいろいろな除染とか、あのお金かけて国税も使われてないんだけれども、東電がまず払わなきゃいけないんじゃないかっていうところがあるんだけど、なんか東電を素通りして国が払っているような気がするんですけど、そこおかしくないですか？おかしいですよね。原因を、まあ、今回の事故の原因を作ったのはまさに、まあ、考えても民間企業であるわけなんですね。その、まあ、民間企業でも個人、その主体が、この問題の収束に対する責任を負っているわけですから、当然賠償とか、それから原状復帰義務、さまざまな問題をですね、責任を負うのは当然で、ちょっと考えてみれば、少し前にですね、例えば食料品の消費権問題、消費権切れ問題がありまして、まあ、大変な、まあ、会社としてもですね、名前を書いてしまったような会社も、潰れてしまったような会社もありましたけれども、やはりそういうのは当たり前の正義、それはあの経済原則だし、そしてまた法律でもそうなっているはずです。だからこれだけ特例があるはずがないんですね。ですから司法というのが全くおかしな状況になっている。でそれができないってことはないはずで、やりたくないだけの話ですね。で、じゃあ、一番近い例というのはジャパンエアライン、JAL がですね、非常にですね、やはりあの政治家やいろんな利権の食い物になってですね、大変な思いをしてようやく、復帰しました。で、一旦会社構成法で潰してですね、それで新しい新 JAL として立派に飛行機飛んで、あなたともう遜色ない、あるいはむしろ上回るような立派なサービスとして、我々利用者何の困っていることはないんですね。同じようなことはできるはずなんです。ただそこで困るのは、お金を貸してる銀行さんと、それからそこに勤めている中でも幹部の方々、役員の方々、それからそういうところからいろんなお金が流れているであろう特殊な方々、利権の方々ということは、もうそれはできなくなりますから、そういったことが嫌なんだろうなということがよくわかりますね。だけどこれは決してできないことじゃないし、それからまた仮にですね、銀行さん、貸してる銀行さんも結構いるんですけれども、会社構成法とかですね、いろんな問題で、そういった問題が発生すると、お金が返ってこなくなる部分はあるんですけれども、かつてあのバブル崩壊の時にメガバンクさんみんな、大変な思いをしてですね、大赤字を続けて、いろんな金融支援、金融界全体で支援したんですね。私たちも負担しました。預金保険という形で保険料がぐっと上がってですね、それでそういうお金が、困った銀行さんたちに、損失当店で回ってるわけですよね。そういったように金貨全体で救って、なんとかその時でも助けられたわけですよね。日本の金貨の、ビクトンしなかった、あんだけの巨額なロスがあってもビクトンしなかったわけですが、それに比べれば今回電力会社は方向転換するってことについてはです、ね、そんなに私はですね、誰に比べると同等ないし、
これは慶応大学の金子正先生が常々、これは、解釈構成法を適用してきちんと当たり前の会社に処理した方が日本国全体にとって、また、電力会社をはじめいろんな経済界にとっても好ましいことであるということを言ってますですね。はい、ありがとうございます。それが聞きたかったですで、最後なんですけども時間になりましたが、今も原発避難を続けておられる方が13万人超います。でその一人である井戸川さんにお言葉をいただいていきたいんですけれども、やはり皆さんが今求められていることっていうのはどういうことでしょうかね。帰りたいですよね。早く返せっていう言葉ですよ。要するに私たちには責任がないわけですね。よく皆さんからリーチしておいてゴミ置き場も一緒にやれって言われてるんですけど、それどうでしょう。私たちにその会社の皆さんゴミ置き場も一緒に作れってそんな重いこと言われますか。私は少なくとも事故を起こさないように彼らには十分私の気持ちを町長として伝えてました。それをやってなかった、やってなかったことが最近の検察審査会の中で文書の中に出てきましたけど、要望原則として彼らは津波対策を2002年から協議していながらやってなかったんですね。その結果私たちはこういう思いをして、自分たちが作って自分たちが使う電力じゃなかった、いわゆる東京のために、作ってた電気っていうのは私たちは東京のために役立ってんだなっていうその自負がありました、事故前は。しかし今はそこでもう地獄のような思いをしていながら情報閉鎖の中で本当のことを全部隠されてですね、目隠しをされた状態で、そして帰れない状態にされてるんですね。だからやっぱりちゃんとすべきものをちゃんとして、そして返していただきたいと思います。ありがとうございます。僕僭越ながら宣伝なんですが、この皆さん今日予告でご覧いただいた双葉町のドキュメンタリー、双葉から遠く離れてっていうのを、ここの会場出たところに置いておりますので、第2部という、原発避難その後です。実は井戸川さんがリコールされました。新しい著書になりました。その模様も全部記録しております。で原発避難の矛盾っていうのが全て入っている映画だと思っております。前売り券を今日から発売なんですけども、会場出たところで売ってまして、11月から公開なんですが、よろしければ手に取ってみてください。はい、何かありますか。大丈夫ですか。あ、どうぞ。はい、なんかケンちゃんがあんまり喋らなかったのでまあでもちょっと思い切りよくやっといてください。はい、ちょっと何のことかわからないと皆さん思われると思うんですけど、まあ、私普段アコーディオンを弾いてケイちゃんが針金を曲げるという漫才をやってるんですよ。そうなんです。で、今日アコーディオンもなんか別にネタでもなく一生懸命作ってるんで、あれでしょ、あんまり何も喋らないの。そう、喋らないよ頑張ってください。ちょっと一つ作らせてください。はい。で、私たちが芸人が取材をするということで、なんかすごいいろいろ福島の方々、お戦地域の方々が言うかなと思ってたんですけど、なんかこれ、ホース電話笑うとこないから大丈夫だって言われるじゃないですか。いやでも笑っても怖いですし、でもじゃあそんなことストレスの方が怖いって言われるんだったら、めちゃめちゃ私たち笑ってるしストレスないですけど、でも放射線には負けますって言えばいいかなと思って、それでいろいろ試合もします。そうです。さあできてきました。はい、よし。放射線のマークとイルカで原発イルカはい、お後がよろしいようで。いや、今日は短い時間でしたが、ありがとうございました。この後も、引き続き、福島からその後に向けて、お話を続けたいと思ってますので、どうもありがとうございました。トークプログラム福島の今をお送りいたしました。前三河町長井戸川勝貞さん、城南信用金庫理事長吉原剛さん、漫才師吉野の真帆さん、健さん、そして船橋敦史監督、ありがとうございました。イエーイイエーイですよ。
だからこういう集まりをやれている銀行が他にあるのかということですよね。そのお金には責任があるということをちゃんと自覚している銀行家がここにしかいないということに俺は問題があると思いますよ。お金には責任があるんですよ。吉村さんもその責任をものすごいちゃんと感じてされてると思うし、ね、吉本の芸人さんがああいうことやってるっていうのは素晴らしかったですね。このね、9月の27、28は岐阜県の中津川市公園内特設ステージにて中津川ソーラー武道館っていうのをやるわけですよ。すごいですよ。加山雄三は来ますし、加山雄三と最近までやってるんですよ。加山雄三もソーラーでやるわけですし、スカパラは来るし、ドラゴンアッシュは来るし、大変っすわ。しかも大の字も来るから、まあいいよね。まあ、まあ本当大変な時代に差し掛かっていて、だからあれですね、ちょっとやっぱ女優人権だけがなんかこういうことやっているっていうのがちょっととても不思議な現象になっていると思うんで、これ仲間を増やしましょう。責任を、お金に責任を感じている銀行家をやっぱこうちょっとまとめないといけないんですよね。吉原さんとこに、なんかお知り合いでね、メガバンクあたりのお知り合いの、ね、CEO とかいらしたら、ぜひ こちらの方にね遊びに来ていただいたりしてはいかがでしょうか。なんかこうつまんないですかね。若干なんかこう、ね、まあ別にまあ思うことも言えないんですけど、先日ですね、ソーラーの、まあ、ソーラーで武道館やってフェスもできて、次はやっぱレコーディングやということでこうやったわけですよ。ソーラーでこう電池に溜めてできてね、ほんでその電池をドワーッとスタジオに持ち込んで、もうなんかすごい状況ですよ。スタジオなんか楽器より電池の方がいっぱいみたいな状況で、でもやっぱね音がいいんです、これが。これその要するにね、これコンセントとか来てるやつはこれ発電所から随分遠いわけじゃないですか。でそこに発電所からそこに来るまでにこういろんなこうなんか変電所なの、配電所なの、道路工事の現場とかね、首相官邸とか通ってくるわけですよ。ノイズが乗ってくるんですよ、やっぱ。官邸とか通ってくると、だいぶノイズがね、こう乗るわけですよ。その電気っていうのは、こう、交流ですから、こう、プラスマイナス、プラスマイナス、プラスマイナスっていうのが、こう、来るわけですよ。そこに、こう、謎のなんか、X みたいなのが、こう、増してくるわけですね。あと、アンダーコントロールみたいなのも増してくるわけですよ。でソーラーでレコーディングした曲をね、これちょっと聴いてください。もう一度世界を変えるのさ。Oh
それでは本日のメインゲストを紹介したいと思います。皆さんよ、準備の方がよろしいでしょうか。イエイとか言ってくださいよ。これはちっちゃいですよ。そう大先輩ですよ。準備ができてないんじゃないの。変えてもらいますよ。イエイは。よっしゃ。加藤登紀子。イエイ。いろいろね、今日はさっきからずっとお話も聞いて、はい、いろんなこと思いました。今大志さんの歌も聴きながら思ったんですけど、はい、まず大志君と私が出会ったのは、はいはい、311の1年後の311だったんですね、はい、うん、で本当に今なんで今日は緑を着てきたかというとですね、ちょうど現在皆さんも分かっていると思いますけど、原発は一つも動いてないですよ、はい、日本で。で、残念ながら原発は存在しているので廃炉にしていくということはまだまだしなくちゃいけないけど、それでこの3年間ちゃんと電気も使い方も変えてきてやってきたじゃないですか。日本は大きく変わったんです。みんな頑張りました。そうですね、本当に頑張りました。私の人もどれほど頑張ったか分からないけど、日本中で頑張ったんですね。で、ソーラーのこともいっぱい言ってきたし、で、今銀行のこともあったんですけど、はい、吉原さんたちとピースオンアース、私たちがやったステージですけど、はい、勉強会をいろいろやってきた中で、はい、里山資本主義っていうお話を変えた、はいはい、ボタジさんっていうのを呼んで勉強会した時に、知ってる里山資本主義、あ、すごい確率高いです。それでね、吉原さんがおっしゃったのじゃなくて、そのモタリさんっていう人が言ったんです。これからはね、どんな商売をしても利益を東京に取らせない、大きな銀行に預けない、税金払わない、あ、それはなかなか取られる取られるんですよ。地域は地域の利益に、ちゃんと地域の銀行に預けてください。そして地域は地域できちっと自分の土地に合った経済活動をするようにしていく。それだけで多分私たちエネルギーの使い方もこんなにすごく頑張ったように、少しずつ日本はもう大きく変わったんです。電気の作り方ももうすでに変わってる。地域へ地域へ軸足を置いていく、それが今日の良いお仕事フェアの一番メインテーマです。そして福島の人たちも応援しながら、私たちは新しい時代に踏み込みましょうという、その力を持ちたい。それはお金ですよね。お金をもちろんちゃんと私たち未来につながる営みをしましょうということなんですね、はい、そうですね。ということで歌いましょうか。歌いますよ歌いましょうね。カイル君と出会ってから一緒に歌えるような歌を作ろうねって言って作ったんですね。そうですね。私たちはこれからはちゃんと自信を持って生きていけるように、私たちがここに生きていくのよっていうことが常に自分で分かっているように生きたいねっていうことで作りました。 New Revolution。
がとうございました。では川地さん、はい、大きな拍手、佐藤川地です。